北海道の小樽市、ここのソウルフードになっているあんかけ焼きそば。今回は小樽のあんかけ焼きそばで有名なお店龍鳳さんで食べてきました。住所は小樽の中心部稲穂、小樽駅から徒歩でも行けるんですが、車で向かうのにぴったりなお店と、中心部にもかかわらず駐車場がね約6、7台ありまして、これなんか他にはないメリットだそうです。確かにね、前回食べたお店はね駐車場が2台しかなくてね、ちょっと止めれなくてちょっと困りました。お店はテーブル席で20名くらい入れる感じ。お店に入るとおかみさんが焼きそばしかないけどいい？と聞かれて、もちろん OK の返事。中華食堂の看板だったんですけど、他にもねなんかメニューあるんでしょうかね。であんかけ焼きそばって普通はね1種類かあっても3種類ぐらいだと思うんですけど、でもねここのお店はなんと23種類もあるんです。腹黒あんかけ焼きそば、江頭大十四島焼きそば、ベジータ焼きそば、幸せの黄色いあんかけ焼きそばとかね、なんかすごく面白いメニューがたくさん並んでます。今回は五目焼きそばとエビ塩あんかけ焼きそばを頼みました。一玉二玉どちらにしますと聞かれて、家族は一玉、私は二玉にしました。でこちらがエビ塩あんかけ、皿からねあんがこぼれそうな感じで結構なボリュームです。そして左が二玉の五目あんかけ、おっとねこちら食べれるだろうかというすごいボリュームです。五目あんかけ焼きそばは醤油味で野菜などがたくさん入ってました。そして熱々で、うずらのね卵とか、そして大きい鶏肉がゴロッと、あとちょっと影に隠れて見えてないんですが、大きいねエビも3つ4つ入ってました。戻ってからネット情報で知ったんですけど、小樽市民にはねこの龍鳳イコールボリュームのイメージがなんか定着しているようです。迫力あるねあんかけ焼きそばが食べられるのはここだけとのこと。なるほど、確かにねボリュームはありましたね。最近はね動画撮影含め外で食べる機会が私多いんですけど、で少しね食べる量を抑えたいんですが、普通と思って頼んだら、ほぼ大盛りだったり、大盛りを頼んだらねもう超大盛りっていうことが多くて、またね出た以上はこう食べなきゃとね、毎回こう超満腹でね なんかとても痩せる感じはしません。店内にはね写真付きのサインが飾ってありまして、キャインのウドちゃんとかねサンドイッチマン、そしてあと萌えあずちゃんのサインもありました。ボリューム自慢のお店でね、あの大食い女王のね萌えあずちゃん、一体ね何玉食べたんだろうと非常に気になります。で今回も汗だくになりながら、なんとか完食できました。あんの量が結構多いので後半はね意外とちょっときつく感じましたね。はい、ということで、今回は小樽でボリューム満点のあんかけ焼きそばといったら龍鳳さんということで、ここのね、食事動画でした。はい、以上となります。ご視聴ありがとうございました。